私が回って私に 回したんですよ、玉本さんは。あ、玉本さんが、はい、マリオさんいかがですかって。なるほど、玉本さんから僕はちょっとできないけどもみたいな僕発信するようにマリオさんどうぞとか言われて、ちょっと、まあ、ありがたいお言葉で、うん、喜んで出させていただいて、うん、で楽しかったですよ、次玉本さんですね、うん、っていうのでまたちょっと返した感じ。はい、そうなんです。そっか、まあ、巡り巡ってですね。そうですね、本当に玉本さんの素敵なところはこうやって人と人をつなぐことがすごく、うん、お上手で、それもなんか、ね、癒しのオーラがあるごとく、うん、本当にふわーってスマートにされるというか、うん、だからなんか私もいい意味で最近巻き込まれて、うん、いい意味でね、はい、巻き込まれてね、はい、こちらのね反省会もさせていただくことが、ありがたいです。そして上総さんとも出会い、本当ですよねそしてこうやってトラブル の, 同じ境遇、ね、時間を過ごすっていうのもなんかまたいいですよね。本当、まあ、生っぽい、ね、まさしく生っぽいですよね。どうなりました？おめでとうございます。よかったよかった。しまった、このパタパタぶりを私が別の携帯で動画で撮ってハプニング大賞みたいなねやってればよかった。すいません、私が入ってくるとガチャガチャ感がちょっと出て、さっきの癒しの空気が。多分来週は、はい、三四郎さん来ると思います。任せられないということで、うん、でもなった、なったんですね。なったんですね。治りました、ね。ああ、よかった、はい。お騒がせしました。多分40分近くは配信されてない。うん、なるほど。どっちも。うん、なるほど。生放送も。なるほど。ユーストリームも。なるほど。じゃあ、もう最後は玉本さん、じゃあ本当にギュッと凝縮してお話しされます。ギュッと凝縮。うん、ね、そっか、今までどうやってた、ね、無音だったんですかね。そうですね、無音です。放送事故ですね。あ、放送事故だ。あ、こうまた素晴らしい放送事故です。事故が事故ですね。そっかそっか。じゃあでも、ね、あと11分ぐらいあるので、はい、じゃあ玉本さん今日のゲスト私が出ていくのでどうぞどうぞ。いいんじゃないですか、この状態で。本当？じゃあ3人で上手にしますか。そう、せっかく画像だからね。はい、わかりました。どっちがいいですか。はい、そちらに伺います。うん、来てください。今日のゲストはショートショートラジオ。今日のゲストはね、玉本さん、玉本仁さんで、私のこの時間はね、前々回からかな、もう玉本さんだけがですね、この機材をね全部やってくださってるんですよ。で、今日はでもそもそもこの機材するのが本職じゃなくて、はい、普段何してるんですかっていう話から、そうですね、普段は何をしてるんでしょう。そうそう、普段何してるんですか、玉本さん。普段は、そうですね、三四郎さんの子守をしてます、はい、それみんなじゃないの全員そんな感じですけど、普段は それも大事な、ね、はい、時間ですが、そうですね、何でしょう、あ、動画を作るのをお手伝いしてます。うん、はい、動画っていうのは、動画っていうのはスマートフォンで、はい、そのお店の CM とか、うん、あとその人物の紹介とかを、はい、だいたい1分30秒から1分ぐらいにまとめて、うん、でそれを、うん、編集したのを YouTube にアップしたり、うん、あと Facebook で紹介したり、うん、でまたちょっとまた別なんですけど、ブログで紹介するっていう形を今少しずつスタートしてます、うん、はい、なるほど。じゃあ何か、なんだ、 自営業じゃないか、お仕事されてるお店とか、はい、個人の方でなんかされてるのをこう、ね、広告か、広告、そう、ね、いろんな人に知ってもらえるように、うん、宣伝を、まあ、代わりにやりますよ、はい、はい、結局、個人でお仕事されてること、うん、語って、うん、もうお店自体のこの、はい、中の業務であったり、うん、経理だったり、うん、でまた、集客っていうか、うん、お客さんを呼ぶためのことも全部一人でやらないといけないって言ったら、うん、結構時間がないじゃないですか。そうですよね。しかも、まあ、専門はね、うん、専門で
よくご存知だと思うけど、やっぱり広告とか集客ってやったことがない分野の方多いですもんね。でもそっちが大事、それがなきゃっていうところもあるし。そうですね、やっぱり知ってもらわないと、お客さんが来て初めてお仕事になるわけなんで、うん、はい、そうですよね、うん、そうなんだ。でじゃあ例えば、じゃあ私も作ってもらいたいってなったら玉本さんに直接お願いしたらいいんですか？だから僕が伺うっていうことでなくてもできるんですよ、うん、写真を撮ってもらって、はい、でそれを、うん、送ってもらって、うん、メールとか、はい、そういう画像を送ってもらって、うん、それをちょっと編集して、はい、でまたその出来上がったものを、うん、見てもらって、うん、でまた手直しっていうのもできるんで、うんうんうん、だから必ず私が伺ってやるっていうパターンもあるんですけど、はい、県外とか、うん、そうですね、離島とか、うん、あとどうしても時間がお互いの時間が取れない場合、うん、そういう方のためにそういう写真をうまく組み合わせて紹介するっていうパターンもあるんで、じゃあ何で検索したらいいですか？じゃあそうですね、そうですね、玉本さん自分の集客、自分の集客自分の集客ができてないですね今始めたばっかりなんでじゃあまずはそうだな、Facebook？ そうですね、 Facebook でまずは、ね、何かしらで玉本さんにコンタクトを、はい、取っていただいて、はい、何をどうしたらいいですかって、はい、一応サンプルもあるんで、うん、サンプルも YouTube でアップしてるんで、はい、知り合いの方のちょっと雑貨屋さんとか、分かりました。皆さん集客やっぱりどうしたらいいんだろうって悩みどころですよね、うん、やっぱり私も悩みどころそれを言っちゃおしまいですけど、ね、みたいな。でもね、お互いにそうそう、供給と需要と供給でこううまくつながれればという感じかなっていう話と、でも玉本さんライスワークとライフワークの話してくださいよ。すごい私面白かったですよ。ライスワークとライフワークは違うんだよっていう話。ああそうですね。ね、ライスワークは生きてる、なんていうんですか、生活するために、はい、生活費を、生活費を稼ぐためのお仕事、はい、ライフワークはこう自分がやりたいこととか、うん、夢だったりとか、うん、こういうことを面白そうだからまずちょっとチャレンジしてみたい、うん、だからできるところからこうスタートするもの、うん、はい、うん、そこね、ライスワークとライフワーク、まあもしかしたら同じ人もいるかもだけども、うん、なかなかいきなりね同じには難しいですし ね、自分の気持ちとかモチベーションも難しいと思うから、分けて考えるとやりやすいかもしれない、うーんっていうのとですね、もう今日は玉本さんに子育ての話もねいっぱい聞いてたんですよ、はい、子育ては6割でいいんじゃないですか、ね、100% っていうか、はい、何でも完璧にはやらないで、うん、もう子供にお願いすることも、はい、すごい子供も頼られてると思って、うん、一緒に手伝ってくれるんで、うん、昨日も麻婆豆腐作ったんで、はい、子供と、おほほほ、はい、お子さん2人ですか？3名です。3名？3名。おいくつですか？上がもう小学校6年生。2番目が小学校2年生で、うん、で3番目が今幼稚園生ですね、うんうん、じゃあ子育て6割ってことは、うん、そっか、うーん、子どもたちも自分で、うん、成長できる部分は成長してもらう、そうですね、で子どもいろんな人が最近よく言ってますけど、はい、子育ては親も育てられてるっていうことなんで、うんうんうん、だから親も育ててもらってるっていう部分もちゃんと認めながら、う
はい、だから足りない部分はまたあの友達だったり、うん、家族だったり、うん、あの親とか兄弟にお願いしてできることは協力してもらって、うん、あとまた地域にいる方々に、そうですね、それが本当できたらね、うん、とっても、うん、どっちかというと今やっぱりできつつあるとは言ってもお母さん中心の人が多いのかもしれないですね、うん、いっぱいいっぱいになってる人がいるかもしれないから、みんなで、みんなでか、だから子供の時間と子供の持ってる時間の感覚と大人の持ってる時間の感覚違うんで、うん、はい、はいはいはい、だから親がどんなに急ぎなさいって言っても子供の時間というかペースはこのペースで動いてるから、親がどんなにこう急いで急いでって言われても子供はそのペースでしか今は動けないよというか、すごい納得しました私今で、もう本当子供時代しかその時間のペースで生きられないんだったら本当ですね、大人になったら何かのペースに合わせなきゃいけないばっかりだから、そうですね、貴重な時間ですね、貴重な時代ですね、ある程度までいくと1日経つのが早いってよく言うじゃないですか、言います、ある時期を境、はいはい、子供の時ってなんか夕方がずっと夕方の感覚だと思うんですけど、だからそれを親も自分たちもそうやって育ってきたっていうことを改めて思い出しながら、こうやってながら注意したりとか怒ったりしてて、あ、そういえば自分も親にこう言われてたなって気づかされて、ちょっとね、もう一回自分の子育てを考え直すっていう、そうですね、やっぱ自分のペースに子供が合わないから叱っちゃうみたいなのになりがちなのかな、わかりました、そっか、あとは玉本さん、はい、もうあとこの、そうそう、4時からひよこ反省会もやってるじゃないですか、はい、あそこは玉本さんがこうやりたい番組みたいなのです進めてるような話を聞いたんですけど、いや、まだあの三四郎さんのこの力が強くて、なかなか、はい、思うようには、思うようにはっていうか願うようにはできないですけどどんな番組にしたいですか。そうですね、本当にひよこの部屋の、うん、まあ、あの姉妹編というか、うん、兄弟編みたいな感じ、うん、ゆるく、ね、楽しく、いろいろ反省できれば、はい、もう本当にエンディングの曲流さんといけない今日はもうこのままかな、新しいエンディングですね、はい、ね、すいません、もうなんか機材トラブルから、うん、でも玉本さんとゆっくりお話できる機会もなかったし、いつもバタバタだったから、はい、そうですね、ね、はい、よかったです。だから4時からひよこ反省会もあるので、はい、もう反省だらけ私もまたでも来週もありますので、はい、来週こそトラブルなくできますように、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。うわわわ、すごいことになってる。すいません、もうちょっと。誰かに何か書きましたかね。多分テレ、あのラジオ局は困ったかもしれない。ニューストリームの配信。